こんにちは。今回はね、ここレイクミードへ来てるんですけども、これはね、9月にね、ある US オープンの、プリプラクティスに来てるんです。だから、これラスベガス、久しぶりにねアメリカのトーナメントに僕が出るいうことで、ちょっとね気合を入れて、なんと車はサババ、ボートはねレンジャーの、487、1試合のために買ってしまいましただから、今回プラクティスで使って、ほんと次プラクティスと本番、それを使った後ね、どないしようかなと思って悩んでるんですけども、とりあえずこの意識、高いタックルを買ってしまったんで、US オープン何としても勝ちたいと思うんでね、今回きっちりねプリプラクティス、やってみたいと思うんですけども、今年ね琵琶湖の夏はどうしても僕の感じではね夏になりきってなかった。だからこのミード、この暑いミードでね、本当の夏の釣り、それにちょっと自分自身ね、期待してます。それでは僕のね、夏の、パターンフィッシング見てください。今回ねこれレイクミード、プリプラクティスをするんですけども、今日はねお昼からの釣りっていうことで、今がもう1時なんですよ。で上がるのが5時で、まあ約4時間ぐらい。でこのレイクミード自体がねちょうどここ、このマリーナ、ここがスタート地点なんですけども、この広さっていうのはだいたい琵琶湖のね5倍なんですよ。これまだ地図裏にもまだあるんです。ほんでいつもここスタートしてね、僕がいつもこの US オープンで勝負かけていくところがこうずーっと走って、このオーバートン、ここのこの島まで行くんですよね。ここまでが僕のこの船でだいたいいつも55分ぐらい。ほんで、今日はねもう時間がないんで、とりあえずこのマリーナスタート地点の近く、ちょうど今は対岸にいてるんですけども、この辺りを軽くチェックして、まあ様子を見たいと思います。とりあえずこの湖広い。ただね今年のこの夏、これ今8月の15日かな、ほら汗出るんですよ。ほんとねミードはね真夏汗出ない。本当に暑いとね、風も今日結構涼しいから、いつものミードよりかは比較的すごい涼しい。僕は昨日までロサンゼルスにいてたんですけどね、ロサンゼルスは風邪ひきそうやった短パンはねちょっと無理な感じ。まあとりあえず今から4時間初日のチェックをします。はい、ね今年のミードはね、僕が知ってる2年前のミードと違って、すごい増水してるんですよね。だから今までなかったブッシュが目についたりとかするんですよね。だからひょっとしたら浅いところブッシュ、そういうところに魚が上がってるかもしれんし、まずはまあ僕がいつもやる基本通りのやつで、深場でサスペンドしてるやつ、それを探したいと思います。ほんで今狙うのはね、メインレイクに、メインしてる岬の先、そこから流しながらちょっと奥へ入っていきます。こういう初めてのエリアをね、ジグヘッドとかでこうチェックしていくのはすごい時間がかかんねんけどね、今こうとりあえずこの小さな入り江、これは全部一回打ってみます。おフィッシュフィッシュフィッシュ、ああやっぱこんな岬の出っ張りになったみたいなとこおるわ。いつもみたいに飛ばれたミードフィッシュですよ、飛ばれた。僕はかけるんやけどミードは飛ばれるんや。
こんな変化のところの下やな。今ね釣れたのはねボートが108フィート差が32メーターぐらいで、それで釣れてんのはきっと12メーターぐらいのとこや思うんだけど、これがこの部分だけこう平面じゃなくて沖へちょっと崩れが伸びてて、これの一番落ちた先で釣れた。やっぱ深い。よいしょよいしょよいしょ。おー、一番メインレイクのとこで出た。よいしょ。ほうほうほう。よいしょよいしょ。あ、キバ。出た出た出た、キバ君。キバ君。キバ君。おーほうほうほう。ワンハーフ、おう、釣る。キーパー、うわーって背びれがすごいんよ、ここのバス、琵琶湖のバスと違ってね。琵琶湖のバス、これやってね、広げてみたら分かるよ、すごいここが短い。ラージですよ、ラージ、ミードのラージ、僕の手を血だらけにしたやつ。よし、もうやっぱり今釣れたとこ42フィート。やっぱり12メーター。そう、このエリアにはバスがいるようだね。よし。ストライパー巻き上げるときに、下に6つも7つもついていとったほら、おいしそうなストライバー、下に6つも7つもついていとった。あ、これがストライパーです。これはこんなのです。ストライパーフィッシュドーン。フィッシュフィッシュフィッシュ、よし、よし、ほうほうほう、よっしゃ、ふぅ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、あかん、当たりがわからへん。あんなんが杭か、杭ですか。これ5匹揃えたらいいんですよ。うふふふふふふ、うぅ、15インチハーフ、キッキッキー、これ5匹揃えたら勝ち。あー、やっぱり43。これちょっと張り出してやるな。ボートの位置が35やったな。ボートの位置が35やったからアサインかな思ったら、ここが穴っぽこになった。あなたポコ太郎ですよ。あらら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 、岩が完全に綺麗に当たった。完全に綺麗に当たったやつがなんでならへんね。あー、今日初めてから初めてクーン来たのになんでならへんねや。嫌な自信持ってたな、ちくしょう。一番綺麗に当たったやつがならへんかった、なんでや、なんでや。はい、今日はね、これはお昼から、プリプラクティスを始めたんですけども、結局ね、風が強くて、広いところには行けなかったと。で、まあ、この、風裏側でもね、もう走るのが精一杯、だからね、初めてもう3時間ぐらいで今もう終わろうとしてます。で、触ったバスが、3匹、結構ね、同じ深さで出てて、大体バスの出てる深さ、明日のプラクティスの参考にはなったと思います。とりあえず明日は3パウンド以上のバスの居場所を探したいと思います。
リープラクティスの2日目、今朝の6時なんですけども、今日もね、風がすごいきついんですよ。で、この湖とても広いんでね、今日は、ボートトレーラーでね、ちょっと北の上流部、オーバートンっていう方へ、引っ張ってきて、だいたい泊まってるモーテルからね、今2時間かかって引っ張ってきたんですよ。で、今この北のエリア、ここのエリアはね、僕はもう過去に何回もチェックに来てるとこなんですけども、まだこのエコベイっていうマリーナからまだ北へ、まだあと60キロから70キロは広さがあるんでね、そこを今日チェックしたいと思うんですけども、とりあえず朝からもうすごい、これ今風また大荒れになるかもしれないんで、思ったところへ行けるかどうか頑張ります。ここはもうこのオーバートン、こっちへ来たら僕が必ずやる、夏場はねやる島なんですけども、ちょうどあのメインチャンネルのど真ん中にある島でね、でかいやつが寄ってくるって、もう風がすごい吹き抜けてるから、ただここのエリアはね、風が吹き抜けたら釣れないとか言って、ミードの前期にしたら本当珍しく、もう今日は曇り空やから、朝から変光が欠けてたな、なんか暗い感じ、あんだけ雲があるこの湖では釣りをしたことがない。大好きな場所ですぐ当たりが出ない。木の島の岩場で当たりが出へんのと一緒やな。どこにいるんだバス君たちは。君たちは。おお、あれ、おお、あれ、今が。こういう風当たりのシャローの。ブッシュの中に入れたりして、ベイルレイクと一緒やったりして、よし、フィッシュ、ブッシュの中からフィッシュ、すごく軽い巻いてて、おー、そんなことない軽い言うてた、そんなことなかった。2パウンダーフィッシュ、おーら、お、アメリカの法廷備品のクッションの上落ちはった。2パウンダー、それで行くとこがなくなって、入ってきたシャローブッシュで、あ、おう、スーパーウンドな、食ってる食ってる、シャドウ、ほらシャドウ、うんこ、ほらシャドウもシャローで来てんのかな。スーパーウンドフィッシュ、よいしょ、スーパーウンドフィッシュ、やったー、ラッキーの新しいスピナーベイトで来たよ。よし、
言うてる間に流された。今釣れたのがね、そこのブッシュ。8フィートブッシュから出た。あ、今日これ2日目はね、シャローブッシュで魚が今出てるから、とりあえず広いシャローブッシュでどんだけ打ってどんだけの率かみたいなんで、今日はもうこれはもう晴れそうにもないしね、ディープとかシェイドとかそういうパターンはなさそうや。こんなもんミードの景色おまへんね。せやけどこの水辺にあったこの緑が全部水の中へ入ってしもてんね。動物やらの唯一の食べ物が水辺の緑の近くは気をつけろよって。その間にサソリやなんやがいっぱいいるってゲイリーが言うてた。こんなとこスピナーベイト投げてるだけの試合やったら楽やのにな。これを一個ずつワームとかラワージグで釣っていかんなんとか言うたら嫌なるけど。おっ、よいしょ、ちょっとでかい。あ、でかない、さっきより小さい。よいしょ、出方がすごいあれ。でもキーパー、お、出た出た、よし、こんなとこ出てよ、よしよしよし、11インチのんき。でもあんなとこ出てよったな。15段みんな打たなあかんやな、ここ。本来はこれがミードのブッシュやねんけどな。もうこの完全に枯れた。おっ、おいしょ、おお、ええ感じやんかい。おお、よいしょ、あー、ツバだ。ふふ、いい色にした、最高ですよ。ツバだ。 US オープンのトーナメントやったらこういうただ巻きのパターンを見つける方が強いもんな。パートナーにやってもらうのに食わさんないような釣り、アメリカ人のパートナーには無理やもんな。よっぽどのやつでないと技はないんやから。こうやってスピナーベイトいちいち投げとけとか言ったらいちいち投げ続けはる人は行さんやるけど。おっ、フィッシュ、ほら岸の木へ投げるフィッシュ。おお、やっちゃ、葉脇が吸えるかな。部署の中入ってしまわないよ。おっ、部署の中、おお、部署の中、ふふふふふ、キレ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 、ゴコ、2パウンドハーフ。まだハマギが吸えるサイズじゃないな。なんとか4パウンドを釣ってハマギを吸おう思てん。綺麗に食ってる。食ってる。こんなになってしまいましたけど。よしよし。で、岸の、お、来た来た。手前ブッシュできた。手前ブッシュできた。手前ブッシュできた。お、ワンパウンドぐらいで手前ブッシュできた。ふうふうふう。おお。
ええとこへかかった手前ブッシュキーパーワンパンそのブッシュでそのブッシュできたよし今度は岸の枯れブッシュ琵琶湖が全然夏らしいなかったからこのミードは夏の釣りをすごい期待していたのにミードまで夏がなくなってたぞあの景色が面白いよなんかあれここはもうグランドキャニオンが潰れんやったらこういう感じで潰れていくよみたいな景色やなものの見事にくちゃくちゃなこれ釣りしてる時に人塊ベタ倒れてけへんかなすごい森の中やバッサンやバッサン森の中でバッサンと遊びたいクマさんには会いたないけどでかいバッサンには会いたい3メーターのバス3メーターのバスよし3メーターのバスほらあっしゃ、あ、3メーター伸ばす。あー、ちごさん。キーパー。うわ、キンキン。キンキン伸ばす。あ、そう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 。キンキン伸ばす。この男、どこ寝ろたいな、なんか決まらへんな。ほんまに。もうひたすら打つよが、入れたとこが当たったがっちゃうな。なんぼここ丁寧にやったつもりでも売ってへんとこでいっぱいあるでなあな足も冷やしいのずシマなのかなよいしょよしよし下に3つついてきた3つこれら黄色いバスやなここの水の色のせいかなあすごい綺麗なかかり方これは外れようにも外れへんこれも1パウンドハーフぐらいな今あのバスの後ろに3つついてきてたここええー、今日はねこれ本当あのミードにしたらねもう一面雲で覆われてすごい珍しい天気なんせ汗をかいてしまう暑さやねだからあのいつもやとね汗が出ててそれがもうすっかり乾ききってね汗をかいてないっていう感じなんですよねだから魚の方もなんかシャドウでうろうろしてたほんで今回増水しててブッシュがねこのエリアはこのオーバートのエリアもブッシュが多かってそのブッシュの中でスピナーベイトで取れたと、まあ、とりあえず今度の秋の時は、そのブッシュ周りでスピナーベイトが効くかどうかやねまあ明日はねまた違うエリアで、違う釣り方をチェックしたいと思いますプラクティスの3日目になるんですけども、今日はね、ボート車で、泊まってる場所からね1時間半ほど走って、
2日目に行ってたオーバートンと、正反対の方向になるんですけども、テンプルバーっていうところのマリーナまでボートを持ってきました。ここから上流へ走っていくとね、グランドキャニオンになるんですよね。だから、ちょっと景色がまたこう切り立った壁とかが出てきてね、変わった場所になるんですけども、いつも僕がここでトーナメントを参加している時はね、このエリアが、どちらかというとキーパー場になるんですけども、今日は、最上流のね、グランドキャニオン側へ行ってみて、ちょっといい場所がないかっていうのを、探してみようと思ってます。ただね、ここでもしいい場所が見つかったとしたら、本ちゃんのトーナメントの時には、スタート地点からその場所までね、だいたい1時間半から2時間のドライブになってしまうんですよね。だからトーナメントが1日8時間のうちの約4時間はボートの運転で潰さなダメだと。4時間で取れる魚が見つかるかどうか、頑張ってみます。これね、今朝一トップでやってるんですけど、これ今僕はトーナメントのプラクティスをしてるんですけども、トップウォーターっていうルアーがね、俗にこうなんかな、すごい遊びの世界で言われてるけども、釣りのがさ、バスを釣る方法の中の一つやからね、例えばこれでここでワームを先に投げるよりか、トップでやった方がね、大きな魚が、先に出る。ほんで、テンポ的にも率を釣っていける。だからトップウォーターの使い方で一般的にこうスローに動かしてとかあるけども、あれはね、きっと釣れへん時間が長いから、その間を遊ぶために、そのルアーの動きを見て遊ぶための方法やね。だから実際トップでいいバスが出てくる時っていうのは、スローな動き、そういうのを別に注意せんでも、ある一定のリズムで、そのルアーが持つリズムやね。例えば今サミーやったらサミーが持つリズム、ほんで他ポッパー、 S8 のポッパーやったら S8 のポッパーが持つリズム、ほんでザラスプークやったらザラスプークが持つリズム、それでずっと引き続けてると、そのルアーを使ってると大きな魚が出る。昔からさ、からいろんなルアーの種類作るときにね、やっぱしみんな考えるのは、よく釣れる大きな魚っていうのが目的で作ったはんやから、さすがに何かその作った人がね、考えてることっていうのがあるはずやから。ほんで今どっちかというと、日本の流行ってるトップウォーターっていうのは、それに反した動かし方をしてる時があるね。反対にそのルアーが動くのを見て楽しむ、例えばズイルの新井君やったかな、あんなやつっていうのは見てて楽しいよね。ほんならその見てる楽しい時間が長い方が面白いし、ほんでそれにたまたま魚が出たらまた楽しいやろし、それはまた今度は作者のなんちゅうかな、考え方っていう方が、動かしたりとか見る方を注意してるが重点を置いてるやつやから、それはそれでまた釣り方の楽しみがまた違うしね。だからちょうどその中間にいてる、なんかもうそれしかないような人が言うてるこというのはね、もうあんまりにも中途半端すぎるよ。それええ感じで、あれやな、下も岩で、お、ついてきてる後ろ、ほらで、ついてきてる、今チェス、よし、乗った、今3回ついてきたと、今背中出てたよな、後ろでな、よしよしよし、ほら、お、今日は朝一からハマキの吸えるサイズかな、ほらほらほら、こう
これは脇に押せるサイズかな。3パウンドか。今3回チェイスしてくるやった。あちゃー、トーナメントで片道2時間走ってこんないようになったぞ。よいしょ、バッチリ。これだ、どれぐらい植えたのかな。一回測っとこう。小さくねー。あーちょっとどっか行けた、逃げた逃げた、飛んで行けた、測ろうだろ。しまうな、こういう、こう、仕事のあるエリアやな。このエリアを全部打って終わりやったです。何時間かかんやろ、橋まで打ったら。風は向こうからか。今からここをずっと何キロあんねん知らんけど、この壁を叩き切るからすごい退屈な釣りだ。どっかで見っけんと。今一匹12インチぐらいのバッタ追いかけてきよったけど、巻き上げるときに。もう深場からバスが上がってくるの、ね、タイミングとかだな。クリングルに変えた途端、クリングルに変えた途端ちょっと出っ張りなのかな。あそこキーパーや、キーパー。ふう、クリングルに変えてね、ジグヘッドの重さをね 3.5 から 1.8 に変えてゆっくり落としたら、キーパーや、キーパー、キーパーだ。でもここはキーパー釣りに来てる場所ちゃうで。ここは3パウンド、4パウンド釣りに来てる場所なのに。かっかっか。ちょっとさ、この平面の壁にそういう出っ張りがあったとこやな。それの影。ゆっくり落としたのが良かったんかな。この8メーターとか10メーターの底ぴったしで、よし、オフィッシュ。あ、これちっちゃ。お、クリンクルに変えた途端に当たりが続く。イエイ。場所移動、ちょっと場所移動すんのにな。ハロハロシード。上からガラ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 ってきて、シェードに入りながら贅沢な釣り。ブイシッ、
ダハウス。よしよし。ここはほんまに魚がいてるな、こっちの場に。どえ。1パウンドハーフぐらい。よし、よし。でも1パウンドハーフ。ボンキューケーフィッシュ。あー、まだちっちゃいの。ボンキューケーフィッシュ。ストライパーかもしれんけどな。さっきからストライパーが追いかけてきとったからな。なべえと。ほら、出た。言うてる通りですわ。ほら、ストライパー、ストライパー、美味しそうな、美味しそうなストライパー。痛いもんね、痛いからいいや。トルコよいしょ、うまくいうの見えたな。進んできて、よいしょ。昨日、オーバートンのエリアでね、スピナーベイトでのパターンは見つかったし、こっち、テンプルバーに来て、今日は、壁のね、岩壁のフォール刺したりとかね、そこで何メーターぐらいで食うかみたいなんで、やっぱり岩壁のとこで食うやつっていうのはやっぱし40フィート12メーターぐらいの前後で食うとし、たまたま今ここのテンプルバーのエリアでもちょっと物資の沈んでるコープ1があったんで、そこを同じようにスピナーベイトで物資についてるやつが出るのか
それをチェックするのに今釣り始めたらすぐに1匹出たけどね、ひょっとしたら昨日もそうやったけども、こういうあの後部の入り口近くっていう方へでよく釣れてたから、このまま奥へ打っていっても出ないかもしれん。でもとりあえず一回これちょっと広い湾やけど全部打ってしまう。大変だ。トーナメントの時にまたこれを全部打たなあかんかったらあかんしな。はあ、暑い。無理や。このあそこに太陽の輪っかが見えたのか。雲のとこに、雲のとこに太陽の光の輪っかが。雲は出てるけど太陽の威力がすごいから、光の輪っか、あの光の輪っかからここのこの岩がボート1台分影を作ってくれとる。おお、フィッシュ。このサイズやな。うんこかけられた。バスにシャットうんこをかけられた。岬の先までのバツナギのスピナーベイトに来やがった。間に腹立つ。ええ魚や。おいしょ、ほら。ふう、朝一と帰る最後かいな。終わる15分前。おめでとう。くちゃくちゃになった。朝一トップウォーターとカエル間際のスピナーベイト7インチ、17インチ。そんな大きなウエイトはな、ウエイトは知れたら。ああ、やっぱり2パウンド2オンス、2の2、パウンドフィッシュですよ。おお、細い。ああ、刺さった。ああ、たたたた。もうこっちが動く気がないのに。17インチフィッシュ。ああ、ラバジゴ持ってきよ。指は刺されるし、もう俺の血つけたら高い。また釣れろよ。こんなバツナギでひょっとして、ひょっとしてが当たってんねんけどな。当たってんねんけど、悔しいね。深いとこでビシッと穴が出へんのは。はい、今日でね、プラクティスが3日目が終わったんですけども、今日は岩盤がね切り立ってる、ほんでもうすぐに深場になってるとこね、そういう僕の好きな場所をね回ってみたんですけど、やっぱり魚が小さい。大きいバスはね、朝一のトップウォーターと帰りがけの、スピナーベイト、それも場所的にはね、岬のサイドのブッシュ絡み、それとこれぐらいの岩絡みのね、
昨日と同じようなパターンで大きな魚は出たんですよね。だからなんか今回この夏やっぱしミードも、普通の夏らしくなくってね、浅いとこにフィーリングに出てるやつだけが釣れてるみたいな感じ。あと明日がね午前中3時間ぐらいしかもうプラクティスができないんですけども、明日はねダムサイドの方へ、車で回って、やってみたいと思います。これがダム側でこう来て、今まで僕はここまでしか行ったことないね。昨日はこのエリアをやって、昨日7時間やってこんだけしか7時間でこんだけしかチェックできてないよね。まあ、ちょうど朝の6時やけどな。おお出た、よっしゃ。出たけどちっちゃい。キーパーキーパー。でも景色的には見えてきてんねんな、魚の釣れるとこは。ジャストキーパー。お出た、よっしゃ乗った。おここキーパー。大きめを回遊してるのはなんだ。朝日に向かってキャスターやね。およいしょ。ああ、やばい、ストライバーや、ストライバーだー。犯人が分かったぞ。後ろで服部さんもストライバー追ってるぞ。何を投げてもストライバー。こっちはクランクベイト。ストライバーこれすごい低いし面白いよ。これはトーナメントと違うたら釣ってて面白い魚やで。これのでかいやつなんか当たったらもうとんでもないよ。このミードにはストライパーはいっぱいいるしね。ストライパー釣りをしに来ても面白いよ、この湖は。魚釣りはね、何釣れても面白いねって。そっから先にたまたま理屈つけてるだけで、みんなで。このストライパーはええわ。嬉しいな、ないんちゃうんやろ。あ、綺麗に19、20インチ。フック折られたよ。ほら、後ろフック。結び直ししとこう。バス来た時にえらいこっち。何回も言うけどね、今トーナメントのプラスしてて喜んでる。あかんねん、これだけど嬉しい、キャルキャル。アイランド、ブラックアイランド。あ、レッドの2、これや、レッドの2、ここや。この島、これもでかいよ、この島も。だからとりあえずこれを釣って、このこっちのこの神戸、これだけでもこのエリアをちょっとチェックするだけで5日はかかるよ、きっと。全部釣ろうと思ったらやっぱり365日釣りして
やっと打ってへんとこはないぐらいちゃう。毎日12時間ぐらい釣りしてこんなとこで無謀にも私は来た年に勝てる思ってたんですよ。この島一周回るのに1時間以上かかるよ。きっちりやったら2時間はかかるんじゃないかな。ただ投げて巻くだけで、このちっちゃな島を。これね、アメリカのこういう大きなダムが普通の釣り場っていうのはね、これ一見投げてる景色はもう全て同じに見えるでしょ。これ下の地形とかね、そのある場所の位置が違うだけでね、もう同じことしててもノーバイト。だから本当に魚のいてる場所へたどり着かへんことには絶対釣れへんから、これすごい面白いよ。もう投げてる景色はね、画面では同じように見えるやろうけど、だからここでずーっとね、こういう岩にブッシュっていう景色にスピナーベイトをこれ打ってても、これ振り返ったらほら後ろにあんだけの広さの景色がある。あ、これこんだけ広い景色っていうのが、これミードの中のごく一部の鉱部湾ですよ。また真っ平らに見えるけど、あそこに全ていろんな、もうここだけでさから50ぐらいの入り江があるのかな。こう見えてる範囲で50ぐらいの入り江があって、だからその中のどこへ絞り込むかやからね。だから本当バス釣りのいちゃん難しいで面白いのは、もう本当全体的の景色からその場所を読むのと、その場所の中でどこを釣りするにゃ、ほな次は実際何を投げんにゃっていうのを読んでいくのが一番面白いからね。それがこう組み立てられるかられへんかっていうのが釣りの遊びやから。だからどうしても今日本の釣り場っていうのは琵琶湖とか霞ヶ浦を覗いてしまうと、その中をくまなくやれる範囲やからね。だからどうしても普通の釣りの状態だけで終わってしまって、バス釣りがみんなの場合成り立ってへんっていうのが、だから成り立たさんでも釣れてしまうっていうのがね、あるから。ただしこういう大きなエリアで、だから琵琶湖でこう今日は北へ行こう、今日は南へ行こうとかね、今日西海へ行こう、東海へ行こうとかいうのが自分の頭の中で組み立てられるようになって、コンスタントな釣果が出せるようになったらすごい面白いはずやねんけどね。とりあえず広い釣り音のする方へ投げてしまう。おお、乗った。またでかいストライバーや。今日はラストの日はストライバー釣りに明け暮れてる。あ、サキオカでかい。あ、出てくる糸が、サキオカでかい。あ、出てくる、どうもドラッグが出てくる。どんどんベルレイクのテンパウンダーよか、ええかもしれん。あ、でかいでかい、サキオカ。ほんまこれハマチやね。ほらほら、ふー、俺はバスを探さなあかんのに、こんなん釣ってていいんやろか。おぉ、でかいわこれ。鳩さん、先よか、これは抜き上げられへんわ。嫌やな。うう、持つのが怖いね。怖い。なんか最終日も時間が透けないし、焦る気はあんねんけど、ストライパーが釣れたらストライパー釣りでもええかとかいう気にもなるし。これが釣り人なんですよ。これでやっぱりあれね、湖をいろいろ走ってみたら面白い。オーバートンにしかない景色がここにもあった。僕は今まで
オーバートのもう上のその島周りでしかこの景色を見てへんかったんけど、この景色が僕の好きな景色ですよ。岩ゴロゴロ、このタイプの岩ゴロゴロやね。これ下が岩全部こういう岩やったらいいんだけどな。一部ここの見えてるとこだけやったら嫌やけど、なんかストライパー臭いかな。よう引けるわ。おお、よう引く。おお、よう引く。これはなんかストライパー臭いな。でもないか。あ、バスや、でかいバスや。うわ。あとー。あとー。くふー。こんなとこで釣れんなよ、悩むやんけ。湖の端と端やで。僕が行きたい場所の距離感はね、120キロ離れてます。ああ、ええバスや。これ2パウンド、ちょっとや。いいバスだ。あー、行ってない。1の15、8。うん、よかった。長さはね、長さは15インチしかないわ。よいしょよいしょよいしょ。あ、これもバスや。あ、下からまだバスついてきてる。あ、終わる。最後の最後に見っけー。おいしょ、いい感じや。この辺りをこの4日間待ってたやん。今のはええ感じだった。これでかいかもしれん。ちゃうかな。ええ辺りやで。これはでかいかもしれん。でもないが。あ、ええ感じ。深いからな。で、ふるふるふる。ナイスキーパー。やったやった。お前はバスらしい当たりを出してくれた。ボートがね、今ね100フィート。この4日間なかったコーンという当たりは深いところ。嬉しい。この釣りさせてくれてたら綺麗ね。おい、おお、とんでもないバスだ。おお、でかい。おお、これ全部40センチぐらいな。これはね、今投げてね、追っていくまで。あ、15インチ半パンの後半来たかな。うわー、気が出た。あー、一番の後半。ちょうどね、もう夏やから本当周り、あの釣り以外にもパワーボートとかジェットスキーとかね、すごく多いレイクミードだったんですけども、今日これで4日目。朝今4時間弱釣りをして、最後の最後になんか夏らしい釣り、水通しのいい、岬の深場で、バスをちょっと連発できたんですけども、
ただこれもね、あの今回のミードで言えることは、あのベイトフィッシュのその動きやね、それがたまたまそういうところに回ってきた時にそういう場所にうまいこと入ってたら、最後みたいに連発で釣れてしまうと。で、これでね、9月の US オープンを僕がどうするかっていうのはね、やっぱし最終的にこう深いところのでかいバス、それを秋口で見つけに行きたいなって思ってます。まあ、あの結果がどうなるかは、スペシャルでお楽しみにしててください。はい、どうでした、ラスベガスレイクミードの釣り。とりあえずね、もう広い湖なんで、僕も今回煮詰めていくのにねすごく苦労したんですけども、後ろで服部さんが泳いでますけどね、 BBC の、服部さんがね、夏らしいサスペンドしてるバスをね、クランクベイトで釣ったり、僕もね一番最後に自分の一番好きな、ちょっとね、岩場のスカバにいてる、だいたいね10メーターから12メーターにいてるバス、それを釣ることができてね、まあまあ満足したと。